どうですか、アジリティをやってみて感想は。そうですね、あんな臆病やった子がここまで私と一緒に走ってくれるんだと思うと感無量です。嬉しいです、はい。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。猫ワン。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い、伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。やってきたのは松山市の住宅街、アジリティ練習場。元気なワンちゃんたちと飼い主さん、なんだか楽しそう。翔太先生、アジリティとはどんな競技なんですか？人と犬が一緒に走って、ミスなく、タイムを競う競技になります。何かこう規定みたいなのはあるんですか？決まりみたいな、いくつ競技があって、はい、何秒以内でとか。そうですね、リミットタイムがあったり、全長何メートルとか決まりが以上とかあったり、はい。それでは先生が見本を見せてくれます。スタート。トンネルも順調。うまくできたらおやつをもらいます。続いてはドッグウォーク。高さがあるのでそこの恐怖心さえ克服できれば、いけると思います。これはトンネルです。はい、はい、長さも決まってるんですか？いろいろありまして、3メートルのトンネルがあったり6メートルのトンネルがあったりします。で、色もいろいろ、黒があったり緑、青があったり赤があったり、ちょっと難しく上級になってくると曲がったりするので、向こうが出口が見えないので少し難しくなりますね。入り口を間違えると失格になります。続いてはハードル。ハンドラーが的確にリードすることでワンちゃんは迷うことなく障害物をクリアしていきます。
快調だね。小回りが効いたり、直線的なスピードが速かったり、そのバランスが取れてる犬は上手だなとは思います。ジャンプ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 、これは A フレームと言います。幅が広いので登りやすいんですけど、高さが今度出てくるのでガッと登らんといかん。で降りる時も転がり落ちんように教えんといかん。急ですよね。そうですね。そらくん頑張っていいねをたくさんもらいました。いいねがいっぱい出ましたね。いいね褒めてあげないと。褒めることが一番です。お名前は、ね、そらです。そらくん、はい、そらくんはどんな特徴があるワンちゃんですか？性格的に穏やかで人が大好き、はい、犬も大好き、みんな大好き。へー、いつ頃から始めたんですか？しつけから入ったんでも3年4年ぐらいですかね。はい。得意分野は？得意分野はあのシーソーです。一回ちょっとトラウマになったことがあったんですけど、克服したらいけるようになりました。一番嬉しい時ってどんな時ですか？あ、そうですね、アイコンタクトが取れた時、一番あ、来たなって思って、通じたかなって思ったら、私もそれは幸せかなと。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センター全てに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。動物ね、いやいや、この白いワンちゃんは花ちゃん。そうそう、上手上手、ゆっくりゆっくり、上手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 、あー違う、間違えたらやり直します。上手、よし、 OK、 えらいね。たくさん褒めてもらいます。あら、じゃシーソー、シーソーよー、あ、頑張れ頑張れ頑張れ。シーソーはゆっくりゆっくり確実にご褒美をもらいながら、やれたね、よし、やったね、ちょっと緊張してるけど、結構食欲あるから、はい、嬉しそうに走ってます。楽しそうです。ゆっくりゆっくり。オッケー、ジャンプ。
って逆から行っちゃった。調子どうご覧になりました？バッチリです。得意苦手はどうですか、ほなちゃん？あ、今日はシーソー、調子いいで苦手なんですけど、はい、結構いけました。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。はなちゃん。はなちゃん先生、はなちゃんの特徴はどんなとこですか？はなちゃんの特徴は臆病者ですか、ね、臆病者かな。小心者。目は見えないですけどね。そうですね、時間かけてちょっとずつ自信をつけていったら走れるようになりました。自信をつける、保護ワンちゃん。そうなんです、愛護センターで、はい、譲渡していただいて。そうなんですね、ちょっと臆病な。そうなんですよ、この学校のまず最初しつけ教室に来た時はもうおやつも食べれなくてガタ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 震えてた感じです。どれくらい始めてたの？8歳やっけ、7年ぐらいですかね。教室してアジリティ教室に移行して、はい、ここまで走れる。そうです、もうトンネルも全然入れなかったんですよ。でもジャンプが大好きで嬉しそうに飛んでたんで先生が根気強く、はい、教えていただいて。まだあのシーソーはダメですけどね。自信をつけるっていうのはどうしたらつくんですかね？強制的に飛ばしても楽しくないじゃないですか。で、飛んだ時にご褒美がもらえたら、例えば苦手なものでも好きなご褒美と関連付けてちょっとずつ平気になっていく、もしくは、もっと良くなれば好きになっていくっていうので、まあ、自信っていうのにつながってきます。はい、初めて良かったなって思う時はどんな時ですか？あ、一緒に走って私が楽しい時です。一緒に付き合ってもらってます。一つ一つ、ね、クリアして。そうですね、じっと見つめてます。おやつの方を、おやつ入りますか？最後もう一回あげときましょう。はい、はい、はい、おやつかな、やったね。大事にしてることってどんなことですか？そうですね、あの合わせることですかね。もうなんていうんですか、あの最初の方はこれがしたあれがしたいってこう私の方が先走ってたんですけど、あ、性格ってそう変わらないから、言うてもこうこの子とに合わせて一緒に楽しむということですか。はい。あんな臆病やった子がここまで私と一緒に走ってくれるんだと思うと感無量です。嬉しいです。はい。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年をとって介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。
毎週土曜日にワンちゃんと飼い主さんがアジリティを楽しんでいます。体にも心にも良さそう。まあ、犬の意欲とかスピードとか、まあ、自分の走りを、磨かなければいけないんですけど、まあ、会員さんたちは、まあ、全員が競技に向けて目標としてやってるわけじゃないので、まあ、週に1回のんびり犬と走って楽しむ人もいるので、まあ、そこら辺はそれぞれ。今どんないろんな目的があるとおっしゃいましたが、はい、どんな目的なんですか。例えば運動ですね。犬と人の運動を兼ねた人もいますし、まあ、競技に向けて、練習する方もいますし。なるほど。結構飼い主さんも体力いる感じですかね。そうですね。夏場なんかはもう汗だくになりながらやってますね。でも楽しそうですね。そうですね、はい、犬も人も笑顔になってるので、いいスポーツかなとは思います。おてんばのもう6歳なんですけど、はい、顔に似合わずじゃじゃ馬で、おてんばのランは性格的にも向いているので、はい、今はラン1匹と、はい、楽しんでます。このジャジャ馬の性格は誰に似たんですか。この子のお父さんかお母さんかだと思います。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり、水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。を持つお子様へ、テログループで IT を学びませんか。建築家にだってなれるかも。夢を広げるテログループ。そう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 、よしない、ちょっとシーソーシーソー、そういいね、オッケー、グー。ワンちゃんの苦手なところはどこですか。シーソーです。シーソー、はい、今日でもできてましたよね。今日は、はい、やっとできるようになりました。シーソーがなんで苦手なんでしょう。降りた後のガッタンっていう跳ね返りの音が苦手で、それを一回聞いてからは途中まで上がってそのガッタンが嫌だから、くるっと向きを変えてまた戻ってたんです。基本はしつけです、はい、まずは、コマンドを出して自分の横につける。さあ例えばランシット、ランラン、いっちゃうね、ランカムカム、ラン、はい、いいシットシット、そう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 、シットよし、オッケーグーとか、あと先ほども自分のクレート、ケージ、ハウスに入るっていうのが基本です。順番以外は待機している、そこで休むっていう、それもしつけの一つ、災害時にもとても役に立つもので、やはりハウスが嫌いな子っていうのは避難所とかに同行避難をしたとしても周りに迷惑かけてしまう。ハウスに入るっていうのは基本で大事です。
犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。変わりました様子とか。あ、でもまあ、あのなかなか言うことはよく聞くようになったと思いますよ。しつけのポイントってどんなところですか。あんまりね、体罰みたいなことはしたらいかないという先生は言います。褒めて上手に育ててくださいということは先生からよく言われます。どうやって褒めるんですか。餌もやりもって、まあ、あ、飴とムチじゃないですけど、美味しい餌をやって、そしてテンションを下げんようにいうことで、はい。だからこの子が生まれて、そうですね、1歳ぐらいからずっとここに来てます。へえ。お家でもいい子なんですか。まあ比較的だから比較的。でもまあお散歩は朝も晩も1時間ずつはやってますよ。じゃあ飼い主さんの健康にもすごく、はい、役立ってる。はい、そうですね。だからこの子も8歳来てるんですけどめっちゃ元気ですね。うん、他のワンちゃんよりか多分元気だと思いますよ。だから私もあの高齢になっとんですけどなかなかついていくのがしんどいです。頑張った、頑張った、偉い、おいしいね、おいしいね、おいしい、おいしい、ほら、おいしい、ありがとうございます。よく頑張りました。よし、よいしょ。日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。ネコワン楽しいおしゃれ。空中で浮きよったんで、はい、ゼット君アジリティ好きですか。走るの大好きです。じゃあ今日楽しみなんですね。もうあのじっとしてないですね。もうやりたくてやりたくてたまらない。次のアジリティ7年目このケアドッグ協会に入って7年ですね。あ、そうなんですね。ゼット、なんか目標ってありますか、ゼット君。目標ですか、はい、一応競技会で1位を取ることです。全国1位。全国1位じゃないです。その大会のスモールクラスで1位を取ることです。
くいい子。いやいやいや。ね、二つ顔があるから。得意なものはどれですか？得意ですか？得意な種目は、まあまあ走るのが好きだから、まあ上上がったりも、トンネルも、まあスラローも調子よかったら、はい、できます。今日どうでしょうね。今日はどうでしょうか。アジリティ好きなんですか？うん、この子は好きだと思います。動くのが好きというか、割と活発な方なんで。今日は楽しかったね。はい。よし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 。下。下。はい。一個一個。はい。下。下。下。はい。し。辛いね。一個一個。頑張りました。ありがとうございました。いいね。いや、私取材させてもらって何より楽しかったですね。ありがとうございます。そして汗かきました。なんかこう清々しいですね。そうですね。どういう頻度でされてるんですか、ここでは。ここでは毎週土曜日の午前中に、まあ、上級者のクラスなんですけど、グループレッスンで行っています。ということは初級者のクラスもあるんですか？そうですね、初級者の、個人レッスンとか、まあその前のアジリティの前のしつけ教室だったりもあります。でそこからちょっとアジリティやりたいなっていう方は、このグループレッスンのクラスに来てたりします。じゃあどんなタイプのワンちゃんでも始められますね。そうですね。おしつけに悩んでる方いかがでしょうか、って言っていいんですか？言っていいです。プロですからね。はい、じゃ あ, 今テレビ見てる飼い主さんに何かいらっしゃいメッセージを最後にいただければ。はい、はい、アジリティにぜひ興味がある方はケアドッグスクールまでぜひお問い合わせください。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。猫ワン。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。